こんにちは、ツアープロコーチの青木翔です。今回は、100切りをしたい方に向けて、アプローチのレッスンをご紹介していきたいと思います。でまず30から50のアプローチをトップトレーサーを使って、どういう球が自分が出てるかっていうのを確認してほしいんですけど、ちょっと50ヤード打ちますね。100切りの方で50ヤードで多いのはこうやって上げるときに手で上げて手で合わせて打ってしまう。だから入りも安定しないし、今とかすごい左にこの52を狙って打ってるんですけど、すごい左に行ってるんですよね。あと今手使って打ってまっすぐ飛ばしたいから右に抜けて全然飛ばなかったりとか、でそういう方のために、こういうツアースティックっていう、アライメントスティックっても言われるんですけど、棒を使って棒をグリップと一緒にこう握ってもらってこう当てるんですよ、自分の左側に。で当てて30ヤードぐらいを左が当てたまま打っていく。すごいバックスイングで手を使う人はこれが出だしで外れちゃうんですよ。思い切ってこう出だしなるべく左つけてこのまま当てたままフィニッシュまでいく。そうすることで大きな筋肉を使って打てるようになるので、打ち出しのラインとか、揃ってきやすくなります。でこれを持ってない方はグリップエンドを自分の左側つけて素振りするだけでも全然大丈夫です。これだと家でもできるので、それを意識して30ヤード打ちます。次50ヤードでやるとだいたいねラインが揃ってきますね。特にその女性の方とかで、右に抜けてキャリーが出ないっていう方すごく多いんですけど、それはほとんど場合この動きです。開いてあげてそのまま打ちたいラインにこうまっすぐ飛ばそうとするからフェースが開いて入って飛ばないっていう状態になるので、さっきのドリルの意識を持って打てば打ちたいラインに揃ってきますね。大体アプローチを練習する場合はトップトレーサーでゴーフィッシュを使って練習していきましょう。ゴーフィッシュはこの画面にサメがいるんですよね。このエリアを狙って打つとこうレアな魚をもらえるんですよね、確か。なんでこのマップを押してどこに魚がいるかってうっすら出てるんで、それを確認して52の左手前エリア、でこれのいいところって自分で打ちたいところを見てその距離感を作らないといけないんで、意外とこれね実践的なんですよ、レンジでやるには。うわ、あ、移動してる。これ移動するんで52の左手前、意外と真剣になるんですよ。でかい、入った入った、っていうね、こうすごい結構37歳のおじさんでも意外とね一生懸命やれるんですよ、ね、っていう具合に、24球、アプローチしていろんな魚を集めることができます。でもうマット通りじゃなくていろんなところにいろんな距離を打たないといけなくなるんで、すごく実践的な練習が練習場で可能になりますので、ぜひこの機能を使って皆さんアプローチを練習してみてください。